山陽電気鉄道5000系電車は、山陽電気鉄道が所有する3、扉セミクロスシートの電車である。特急運用が主体であるため、特急系電車に分類されることがある。当初は2700系、300系、270型といった、すりかけ駆動方式を採用する旧性能車の置き換え用として、計画、製造され、普通列車運用に充当されていたが、その後の増備。 増結によって特急運用にも充当されるようになり、2011年現在では直通特急をはじめとした優等列車運用を主体に使用されている。製造は全社とも川崎重工業兵庫工場が担当している。採用電気鉄道では車両の形式称号について、書類上は雲派やも派などの車種を示す記号を用いているが、車両番号で車種が判別可能なため、 通常は、車体表記を含めて省略されている。このため、本記事の以下の記述では、車種構成の項以外についてはこれらの記号を基本的に省略し、必要に応じてやなどの略記号を付して解説する。また、編成表記については、神戸法先頭車の車両番号で代表し、5004、編成のように表記する。神戸高速鉄道の開業に備えて導入された。 3000系は、1964年から1985年まで22年の長きにわたり、合計133両が製造された。この3000系は、山陽電鉄の主力車両として増備が進み、老朽化した、急性能車700.250-820.850系の置き換えにも充当された。1986年時点では2700計算量。 3 0 0系8両、2 7 0系1 5両の3、形式26両の旧性能車が残っていた。また、国鉄分割民営化により、山陽本線が従前にも増して、強力なライバルになることが予想され、車両冷房化を含めた接客レベルの向上を図ることで乗客の一層を防ぐことが、営業政策上強く求められた。また、当時の普通列車の運行ダイヤは、 旧性能車を基準に作成されており、スピードアップのネックとなっていたことから、旧性能車の早期の全廃が必要とされた。旧性能車の全面置き換えのため、3000系、以来22年ぶりのフルモデルチェンジ車として、登場したのが5000系であり、1986年に3両、編成7本の計21両が製造された。以後、 5000系は1995年までに合計60両が製造された。車体は3050系アルミ車に引き続き、川崎重工業が開発したアルミ合金大型、薄肉中空押し出し型材を自動溶接で組み立てる。方式を引き続き採用する。前面のデザインは3000系から大きく変更され、運転台側は高運転台構造を継承したものの、 車掌台側は全面窓寸法を下方向に拡大して左右非対称となり車両番号は運転台下部に表示された合わせて全消灯を角型シールドビーム2灯に変更の上貫通扉直上に配置行き先表示器は運転台窓上に種別表示器は車掌台窓上にそれぞれ移設運転台下部も含めてブラックフェ19メートル級3 扉車で幅1 3 0 0、mm、トルの両開き扉を備える。側窓は扉幹部3連、車端部2連の大型ユニット冊子を採用し、開口部分は上段加工、下段固定式となっている。運転台付き車両の窓配置が運転台の奥行きを確保するために左右で異なっているが、3000系と比較して乗務員室の奥行きを拡大したため、 運転台側は3000系にあった乗務員扉と客用扉の間の戸袋窓が省略されており、車掌台側も3000系の乗務員扉と客用扉の間にあった二段窓は戸袋窓に変更されている。車体断面も変更されており、3000系で設けられていた車体裾部の丸みが省略されたことから全体として直線的となっている。 車体の扉は3 0 0 0系3 0 7 6編成以降と同様に客用扉をステンレス製、乗務員室扉をアルミ製としている。側面の赤帯はドア部分も含めて幅 300mm とされ、乗務員扉から前頭部の帯は側面より太くされて警戒色の役割を与えられた。この警戒帯は5020編成以降は貫通路に、 近づくに従って帯の可変が下がって幅が広くなる V 字上ラインに変更されている。転換クロスシート車の車内接客設備については当初中央扉を境とする集団旅行式固定クロスシートが採用された。扉間にはバケットタイプの固定クロスシートを設置するが車端部にはラッシュ時対策として従来と同様のロングシートを配した。 この座席配置は名古屋鉄道の6000系が参考にされた。クロスシートの最前列の前には座っている乗客と立席客を仕切り、乗降を円滑にするためのスタンションポール代わりのパイプが2棚付近まで立ち上がっている。この仕切りは座席配置を見直し、転換クロスシートに変更された5020、編成以降はパネルクッション付けのついたてに変更されている。 化粧版は3066編成以降と同様に大型の FRP 樹脂一体成型品を採用する。また、蛍光灯には3 0 0 0系一時車以来、久々に樹脂製グローブが設置された。冷房装置は3 0 5 0系で採用された集約分散式に変えて、全車とも集中式の CU-71S が搭載されている。運転台は、 三洋初のデスク型を採用。マスコンブレーキは、通販ドルながら前後操作式に変更された。また、ボタン式の電気笛が、運転台デスクに設置され、本形式以降の三洋電鉄の申請者で、標準装備されている。制御機は回生ブレーキ付きの境自点カレージ制御を採用。主制御機は 1C8M 方式の不自電機。 k m c 三百一が M 社に搭載された。この制御方式は、当時の国鉄で省エネの切り札とされたもので、主電動機に直流直巻電動機が使用可能な利点があり、五千系では三千系と同じ主電動機の使用により、共通化が図られた。回生ブレーキが可能な方式として、他に、境地直波制御や、VVVF インバータ制御の採用も検討されたが、 前者は副艦電動機を搭載する必要があり、後者は打者での本格的な採用例も少なく信頼性も十分でなかった上、当時の半導体価格の影響もあり、費用対効果が薄いと判断されたことから、いずれも採用を見送られた。交換部品の統一、保守の共通化を重視し、3000系と共通の三菱電気メガバイト -3020S を採用した。 メガバイトマイナス三千二十 s は三千系、増備時より数回のマイナーチェンジが行われており、五千系以降ではカーボンブラシを長尺化したメガバイトマイナス三千二十 s 四が採用された。一次車には新品が搭載されたが、二次車以降の一部は二千系の廃車で発生したメガバイトマイナス三千三十七を三千系の三両編成に搭載して三千二百型へ改造し、 玉きで年出されたメガバナス3 0 2 0 s を流用して搭載している。この過程では2300系の一部の主電動機のメガバ MB-3037 への乾燥等が行われた。駆動装置も WN ドライブが継承され、歯車比も3000系と同一の82、15となった。台車は、初期車は、円筒案内式ダイレクトマウント空気バネの 川崎重工業キロワットマイナス三十五、B キロワットマイナス三十六 B を装着した。三千五十系三千六十六回以降で採用された。キロワットマイナス三十五点三六 A を設計・変更したものである。五千二十編成以降の増備車では、新設計の軸量式である。川崎重工業キロワットマイナス九十三キロワットマイナス九十四に変更された。 1986年8月竣工の5012編成では、当初は軸量式ボルスタレス台車のキロワットマイナス73キロワットマイナス74を装備して、落成約4年間の使用の後、5018編成との間で台車交換が行われた。5018編成は1991年の6両編成化の際に、 キロワットマイナス93キロワットマイナス94が申請され、再交換が行われている。採用電鉄では、自社線産用塩よや付近の、究極線通過性能などの事情から、ボルスタレス台車の正式採用は見送られた。パンタグラフは、製造当初は、在来車の廃車で余剰となった、PK-55 皮脂枠パンタグラフが流用された。 3050系と異なり集中式の冷房装置を採用したため屋上にスペースに余裕があり3000系以前と共通の皮脂枠パンタグラフを使用可能となったブレーキは採用発となる電気指令式ブレーキのハーダ -1 が採用され引き通し線は4本の指令信号線と1本の空気配管という構成に変更された 補助電源については冷房開口の3000系及び3050系の構成を踏襲し、5000系及び5200型に120クバ9の GTO サイリスタ素子による静止系インバータと蓄電池を5600型に、予備として6クバの MG-303 電動発電機を搭載し、空気圧縮機は HS-20 を5000型と5600型に、 搭載するのが基本である。ただし、5000系のみで6両編成化された編成については、電動車ユニットが編成中に2組存在し、補助電源装置もそれぞれに搭載されていて、いずれか一方が故障しても運転が続行可能となるため、6両編成化時に5600系の一部は当初搭載していた MG を撤去している。5 3 0系の5230.5250。 型を組み込んだ6両編成に使用される5602から5605については5203本系列は以下の5形式6車種で構成される。なお5200型は中間電動車のみで MM ユニットを構成するが、これは採用では初の事例である。本系列は当初以下に示すように神戸方から5000系5000系5600系の3両編成で、 普通列車運用へ充当されて運用を開始したが営業政策の転換で運用が普通主体から優等列車主体にシフトしていったことから4両6両と順次長大編成化しこれに応じて中間車の新形式が追加されているそのため3両編成は一時に編成を連結して6両編成として運用されたケースもあったものの 最終的には1993年の5510.5511の増ー,ーですべて4.6両固定編成化されて消滅しており、2011年現在は4両編成が2編成、直通特急に充当される6両編成が10編成を構成する。これらの編成を構成するのに必要な車両数は総数68両であるため、本系列単独では8両不足することになるが、 これは本系列の後継系列である5030系の5230系5250型を各4両ずつ、新造し、挿入することで補われている。5000系一時車急性能車の全面置き換えのため、1986年6月から8月に、かけて3両編成7本の21両が、一挙に製造された。クロスシートのモケットは、 先頭車と中間車で配色が異なっており、先頭車が座面中央部がブラウン、左右オレンジで、中間車は中央マルーン、左右はカーマインレッドとなっていた。このため、登場時に配布されたパンフレットには、ロマンスシートとジャケートの座席モケットの色調を掛け合わせたマロンシートカーの愛称で紹介されていた。五千編成、五千十編成の側面行き先表示器は、 LED 式となっている。なお、この時に捻出された幕式の行き先表示器は5030系二次車に流用されている。5002階の山側の側面行き先表示器は一時的に LED 式とされたが、後に字幕式に戻されている。5000編成のみ窓枠が黒色に塗装されている。スカートは当初連結器部分のみが切り書かれていたが、5004。 編成が2012年2月の定期検査時に切り欠きを拡大する改造がなされた。これ以外の車両も定期検査時に順次同様の改造がなされ、2013年2月までに全編成が改造された。5000系は当初は普通列車のみの運用であったが、乗客より特急に5000系を使用してほしいとの意見が多数寄せられた。この予防に対応するため、 1988年5月から1989年7月にかけて3両編成3本と付随車4両の合計13両が製造された特急運用のため付随車の増結による4連化が必要になり1988年5月に5500計5500.5501の2両が翌1989年5月には5502.5503 の2両が製造された。また、2000系は冷房化を行わず5000系投入による代替廃車とすることが決定しため、1988年から翌1989年にかけて3両編成3本が製造され、2000系2008.20102014編成の3編成を、代替2000系は形式消滅した。一時車からの変更点として、 クロスシートの背面を化粧板仕上げに変更したことが挙げられる。また、スカートの形状変更側の96新ジャンパ、連結機部分に切り欠きを設けるが行われている。6両編成での運用が開始されると、5000系よび5600型について、全面貫通扉に、ホロ枠、全面山側床下に、空気間コックがそれぞれ装着され、スカートは、 切り欠きが山側にも拡大し三次車に似た形態となった。その後2008年に5018編成のスカートの切り欠きが再度拡大され、2011年までに5014編成、5016編成も同様の改造がなされた。5500だけは窓枠が黒色に塗装されており、側面行き先表示器も LED 式に改造されている。5 5 0 1については、 一時的に山側の側面、行き先表示器が LED 式に改造されていたが、後に字幕式に戻されている。5000計算自社特急の一部6両を運転開始に備え、1990年から翌1991年にかけて18両が製造された。5200型は山陽で初の中間電動車による MM ユニットである。座席は乗務員室で、 一斉転換可能な自動転換クロスシートに変更され、全座席が進行方向を向くことが可能になった。クロスシート部と扉部の仕切りにはパネルクッション付けのついた手が車端ロングシート部にはモケット張りの袖仕切りが設けられた。シートモケットの色はワインレッドとなった。台車は新たに軸量式のキロワットマイナス93.94が採用され、 乗り心地の向上が図られている。また、上空扉のドアエンジンが改良された。このほか側体から全面警戒体にかけてのラインが V 字状に変更されたほか、全面周りでは当初から貫通扉のホロワク、山側床下の空気管コックが設置され、スカートもジャンパ連結機、空気管コック双方の切り欠きを設けた形態となった。ただ、全面の空気管コックは、 その後の増備で全編成が4連以上となり、検査時等の2編成併結運用の消滅後は、使用されておらず、後に2次車、3次車とも撤去されている。1991年3月までに5018.50205022編成の3編成が6両編成化されたほか、同時に製造された5506を5012編成に組み込むとともに、当初5020編成。 5022編成に、組み込まれていた5504.5505を、それぞれ5008編成、5010編成に編入して、下一桁の番号が揃った形で4両、編成化された。この時3両編成のまま残った5014編成と5016編成はこれらに編成を、組み合わせて5014編成プラス5016編成の形で6両編成化された。 特急停車駅のうち、大塩駅、鹿間駅の二駅については、ホーム有効長が最大4両編成分しかなかったため、各編成には2両分のドアカット機能が設けられた。1998年の直通特急の運転開始に合わせて、鹿間駅ではホームが6両対応に延伸されて、ドアカットが解消。大塩駅では、ドアカットが1両分に短縮されている。 三両編成で残っていた5014.5016の編成を四両編成化するため、1993年に5510.5511の二両が製造された。側窓は、扉間の三連窓の中央部と車端部の二連窓の、妻よりは従来の二段窓で、それ以外の窓は一枚式の固定窓となった。また、外枠の縦3と下枠の一部が、 つや消し黒に着色されている。客室は、山陽電鉄で初めて車椅子スペースを、姫路片山川のロングシート部分を短縮して、設置した。台車も三次車と同じキロワットマイナス94で、あるが、バネした重量の低減のために、波打ち車輪を初めて採用、3000系を含む他車にも心臓、交換の際に波及している。 五千十二から五千十六編成の三本を六両編成化するため、1995年に中間電動車ユニットの五千二百系五千二百六から五千二百十一の六両が製造された。阪神、淡路大震災のため、予定より数ヶ月遅れて入線している。四字車をベースに製造されたが、三連窓は中央が固定窓、両端が二段窓となったほか、 中央窓は視界の向上のために幅 1500mm に拡大され、日よけにはフリーストップ式カーテンが導入された。このほか、優先座席部のモケットが緑色に変更、窓枠の黒色着色が中止されている。なお、このグループが本系列の最終増備車となった。6両編成運転の開始後、4次車として5500。 計5510.5511が1993年11月に増備されたが、これらが竣工する直前の同年9月に5016編成と5018編成のうち5016から5019.56085609の計6両の固定式、クロスシートが転換式、クロスシートに交換された。この6両から取り外された固定式、 クロスシートは3076編成、3078編成のクロスシート化に活用され、6両編成の検査入場時や事故時などに3両編成平結の6両編成として運用された。ご自社登場直前の1995年3月には5014編成に対しても、転換式、クロスシートへの改造を実施、発生した座席は3074編成の クロスシート化に活用されている。1998年の直通特急運転開始に合わせて5000系に直通特急運用への対応工事が施された。半身と産業で異なる連結器を非常時に連結するため、変則アダプターが5500系の床下に搭載された。また、運転台マスコンハンドルのデッドマン装置解除機能の追加。 列車種類選別装置や車掌台側への補助標識樹の設置も行われた。なお、5000系では4両編成2本にも、検査、事故時の予備車として6両編成車と同様の対応工事が実施されている。2001年3月のダイヤ改正による直通特急の大幅増発に先立ち、クロスシート車の6両編成を増備した。4両編成の5000系4編成に5030系。 中間車2両を増備して組み込み、3用の乗り入れ対応車は5000系単独車が6、編成36両、5000系と5030系の根結車が4、編成24両、5030系単独車が2、編成12両の、計72両となった。5000系4両編成への5030系、根結対応は50004.5006、50008.5010。 の4編成に対して行われ、補助電源装置や空気圧縮機などの置き換え、等を行っている。5030系は5000系との根結が可能であり、5000系の編成へ5030系車両を増結して6連化する、計画は1999年度から存在した。2001年3月大夜改正での直通特急増発による所要車両増をきっかけに増結が実行に移される。 こととなった。阪神本線内では朝ラッシュ時に、阪神梅田法線当社が混雑するため、2014年度から2015年度にかけて、通常4両編成で運用する5000編成、5000に編成を除く6連10本の阪神梅田法線当社の座席が、クロスシートからオールロングシートに改造された。またスタンションポールを設置するなど安全性を高めている。 リニューアル車2018年より本系列のリニューアルが開始され、同年には5004編成の6両がリニューアルを受けた。5004.5005は車両番号5 7 0 2 5 8 0 2に変更5700には電装解除5800には制御機器が VVVF 化された。リニューアル前後の番号、車種対象は以下の通り、 中間の5 0 3 0系5 2 3 5 5 2 5 2の制御機器は従来の VVVF のまま更新されていない。前面及び側面表示器が6000系と同様のフルカラー LED 方式のものに取り替えられ、各社の車両番号が側面下部だけでなく連結面よりの上部にも掲示された。内装は6000系に準じたスタイルを採用、座席は6000系と同様の色になり、 クロスシートは中間の5502.5235の2両で残り4両はロングシートとなった制御装置は堺自転カレージ制御から採用電鉄で初採用となるシックハイブリッドモジュールを用いた富士電気製の2レベル VVVF インバータ制御装置に変更された。同社製のシック SBD と SIE ベッドを組み合わせた計画 3.3KV。 1200A のシック、ハイブリッドモジュールを採用することで低損失化を図り、従来の境時点カレージ制御に比べ消費電力を約25%削減した。総行風冷却方式により、ヒートパイプを不要化することで、これらより従来品と比較して、体積で64%小型化し、質量で45%軽量化したほか、 速度センサレスベクトル制御を採用することで、外付け速度センサを不要とし、信頼性を向上させた。主電動機も6000系に準じた、三菱電機製全密閉外線式メガバイト -5158A 型に乾燥され、高速走行時の騒音は大幅に低減された。このほか、5700には、空気圧縮機の乾燥を実施し、低騒音を測った。 SL22 型になった。2018年9月21日に5702編成の試運転が行われ、2018年10月30日より営業運転を開始した。1995年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災では、山陽須磨駅で5016編成が、神戸高速鉄道の大開駅東方で5022編成が被災した。 5 0 2 2編成は上り半球、三の宮駅特急として、神戸高速鉄道、大平駅付近を走行中で、トンネルが崩落した大平駅は、ま一発のところで通過していたものの、全車軸のうち三軸が脱線し、また河川破断のため四基すべてのパンタグラフが破損して、同駅東側に停止した。車体に大きな被害はなく、 脱線復旧後深海地駅に引き上げ、地下線内の狭いスペースの中で検査とパンタグラフの、乾燥が実施された。山陽スマ駅に停車していた5016編成4連は、揺れのため、ホームと車体が接触し、損傷を受けている。山陽スマ駅付近の線路も、被害を受け走行不能となっており、5016編成は、スマデラ山陽スマ間の復旧が完了した4月8日に、 至って、東スマシャコに収容された。このほか5018編成が、新海地に取り残されており、高速神戸駅に取り残されていた3070編成とともに、同年2月6日の高速神戸新海地間の復旧後は、同様に、同区間に取り残されていた阪神5131、計五千131編成、五千139編成の2編成と合わせて、 新海地阪神本線三宮間の運用に充当され、復旧区間の拡大に伴って、西灘駅へと運行区間を延長した。特に5018編成と5022編成は4両編成であった残り3本とは異なり、収容力の大きな6両編成であったことから、輸送力の確保に貢献した。同年6月には、阪急阪神とも全線復旧したことから、 運行区間も、新海地六甲、大石間と東側は復旧したが、西側は大開駅が復旧する8月13日までずれ込み、これらの編成は復旧前夜になってようやく、山陽線内に引き上げられた。それまでの運用中は、洗車ができず車体の汚れが目立ったため、新海地、高速神戸両駅の停車時間中に、県車係員が、 化学雑巾で順次車体を吹いていく等の対応が取られた。5000系は1986年7月10日から営業運転を開始した。営業運転開始前に試乗会が実施されたが、1日1往復2日間の予定に対して応募者の数が当初予想を大きく上回ったため、急遽1日3往復2日間に変更されるほどの評判の高さであった。当初は 旧型車の代替として普通運用のみに充当された。1988年には5000.5002、編成が4両編成化され、ラッシュ時を避けた限定運用ながら特急での運用を開始した。1998年には中ずり広告スペースに沿線小学校の児童の絵を掲出したギャラリー列車が企画され、1998年8月1日より、 5000系を充当したイベント列車、クレヨン号の運転を開始した。1989年2月26日からは、早春の完売シーズンに運転されていた、アボシ線直通の臨時特急である、完売号にヘッドマークを消失して充当された。1991年4月の明石周辺の連続立体加工時間制を機に、山陽電鉄では特急用6両編成で運行することとなった。 山陽電鉄車両による6両編成での営業運行は初めてであるため、データ収集のための試運転も行われた。当初は夜間が主体であったが、1989年10月24日には、初の6両編成による昼間試運転が、東二見霞ヶ丘高砂東二見間の各駅間において実施され、五千十六編成と五千十八編成の三両編成を 編成組み合わせた編成が充当された。1998年2月15日、山陽姫路と阪神梅田を結ぶ直通特急の運行が開始された。一方、阪急方面への乗り入れは、六甲から三宮までに短縮され、定期列車としての阪急線内乗り入れは休止された。2016年3月より、阪神特急の運用が誕生。同年1月現在、 本系列は60両が在籍し、5030系二次車8両を含む6両編成が10編成は5030系と共通運用で直通特急や特急を主体に運用され、4両編成のまま残された2編成は3000系、3050系4両編成と共通運用で S 特急や普通運用を中心に運行されている。本系列は 直通特急の主力として、阪神梅田山陽姫時間 91.8km という、私鉄の優等列車としては長距離を走ることから、沿線で開催されるイベントや、NHK 大河ドラマで沿線が舞台になるときは、その宣伝効果を生かして、しばしば本系列の一編成全車にラッピングが施され、利用者や沿線住民への PR と、乗客誘致に役立てられている。 2006年4月1日時点、2019年4月1日現在の編成、リニューアル車のッコ内は、旧車番、ありがとうございます。